この資料は武田三大記といって信虎、信玄、勝頼公の生い立ちが書いてあります。この資料は明神館に伝わる紅葉軍大膳甲州武田軍の戦記を書いたものであります。この資料は明神館に伝わる信玄全集信玄の標本をまとめたものであります。この資料は明神館に伝わる山本勘助入道同期が表す武道剣術体術等の伝書集であります。この資料は文要説武道神官という甲州武田信玄公の家臣小畑山城原美濃の神横田備中多田淡路の神山本勘助らが協議して書き写したものです。これは甲州武田軍の最も戦術の中で大切な鉄つぶてを敵に投げ込むという極めてシンプルな戦法であるが、この鉄つぶてと一緒に投石も一緒に行うので当たった時の打撃がものすごく金山州、金堀州、信濃州、これらの足軽が最も得意とした戦法であります。これはつぶてという武具で敵の顔やすね、小手などに投擲して相手がひるんだ隙に敵を倒す、または敵から逃げる、このような道具です。